ランクル250にイージーアップができました。イージーアップのコンセプトにこの車両の紹介、どういったカスタム内容なのかで、どれぐらいリフト量前後上がってて、で取り付けの中の内容、どういった風に取り付けてあるのかで、最後に購入方法っていうところをこの動画で紹介させてもらいます。まずイージーアップのコンセプトなんですけど、と簡単に車高が 1.5 インチ上がるで、車検にも構造変更なしでパスできるに、最後純正のショックアブソーバーとスプリングを使うので純正の乗り心地をキープすると、大きくこの3つの特徴があるのがこのイージーアップの商品です。で素材はジュラルミンで作ってます。なんでタフで、寒冷地とか北海道とかでも全然錆にも心配ない商品になります。でこちらがリア、リアもかなり大きいんで、もちろんこちらもジュラルミンで作ってすごくタフな感じに仕上げてます。これが商品ですね。これをスプリングの上につけてもらう、で取り付け完了です。で続いて車両なんですけど、こちらが ZX の、7人乗りのディーゼル車の革命の方ですね。で色がブロンズ、アバンギャルドブロンズメタリックか、茶色っぽいかっこいい色ですね。でカスタムの内容としては、タイヤホイール、こちらが18インチのジャオスのホイールが入って、タイヤはオープンカントリー275-7018にジャオスのフェンダーに、ジャオスのサイドステップですねに、スーリーのルーフラック、フラットラックがついて、リアも18インチで東洋のオープンカントリーにジャオスのホイールで、足回りはイージーアップで 1.5 インチ車高が上げてます。他はノーマルの状態ですね。純正をキープしてます。じゃあ早速どれぐらい車高が上がってるのか、まずフロント、フロントが96センチ地面からフェンダーで、地面からこのサイドステップの下側で36センチぐらいですね、上がってます。続いてリアは地面フェンダー101センチ、サイドステップが39センチぐらいですねっていう上がり量です。続いて取り付けの中身、はい、これフロント、このシルバーがイージアップです。純正のショックオブソーナーにスプリングで、あとはノーマルですね。ブレーキのホースもノーマル、何もそのままポン付けっていう形です。スタビリンクもそのままで、で革命のやつですね。フェンダーもジャオスのフェンダー、あーフェンダーじゃないわ、入ってますね。フロントバンパーにオープンカントリーのマットタイヤが入って、こちらがジャオスのホイール、うん、いいですね。でサイドステップですね、ジャオス製のサイドステップがついて、このリアはショックアブソーバー、スタビリンクとかノーマルで、バネのトップにシルバーのやつがイージアップです。あとはノーマルで、ラテラルロッドもこの純正を使えるんで、そのままインストールしてもらうって形ですね。本当サスペンションのところはイージアップを入れただけっていう形です。でイージアップとタイヤホイールを変えるだけで、これだけすごい迫力がある車に変身するっていうのが、やっぱこの250 4駆系の特徴ですね。であと購入方法なんですけど、全国の量販店さんにプロショップさんはもちろん購入できますし、あと ACC のホームページの方にもイージアップのサイトがあるんで、そちらからポチッとクリックしてもらえれば購入することができます。はい、あとはよくある質問なんですけど、ランクルの300と250同じ足回りつきますかって言うんですけど、こちらは結果的に違う足回りです。あと灯火器類ですね、灯火器類もあの基準をクリアしてるんで、
問題なく車検もパスできます。対応車種も ZX でもあと他のグレードでもガソリン、ディーゼルっていうのも一応すべて EJAP 250対応できるんで取り付けていただければいいかと思います。その他にも質問とかあれば遠慮なく連絡ください。あと開発リクエストとかもこういった車両を作ってほしいっていうリクエストとかも受け付けてますんで。ということで今回はランクルの250出来たてほやほやの EJAP を紹介させてもらいました。